12月7日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて199円と47銭安 27,686 円40銭でした。トピックスは 1.91 ポイント安の 1948.31 でした。両方指数は下落して終えています。日経平均3日ぶり反落です。ただしプライム市場全体としては値上がり銘柄数の方が多くなりました。全体の 57%、 1049銘柄が上昇、全体の 37%、 686銘柄が下落しました。値上がり数の方が多いのに指数はマイナスという昨日と逆の現象となりました。マザーズ指数は 4.92 ポイント高 0.6% の上昇でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は2万8000円のところでちょうど弾き返されて、昨日おとといとやや値を保っていたんですが、今日も、じわじわとではありますが、なんとなく下押しされているようなチャート形状となっています。2万7000、今日高いところで7786円ということで、一度も2万8000にクロスすることなく終えています。このオレンジ色の25日線にもクロスすることなく今日は1日の取引を終えています。昨日のアメリカが下げていたという流れが東京市場でも続いたようです。こうした中で、売られているところ、最近軟調なところ、自動車株でありますけども、7270スバル、足元で為替相場が円高方向に触れ、それがやや不足しています。このあたりからなんとか自動車下げ止まってはいるんですが、かといって買われているわけでもないと。スバルは22円と50銭安 0.9% の下落でした。一方でこのところ強いのが金融関連ですね。8750第一生命でありますが、今日は16円高 0.6% の上昇ということで、続伸して引けています。今日の東京市場、全体的にプライム市場全体を見ますと上昇銘柄数の方が多くなっていますが、指数としてはマイナス、今日はネガサ株で指数企業日経平均へのインパクトが大きいところが売られていますので、指数としてはマイナスで引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。